帰ってきました。おかえりなさい。よし、おはよう。気持ちはもう言ってましたから。いや、言ってたから。もう疲れました。はい、ということでキャンプから帰ってきた。いやーさんが、やっと帰ってきた。いや、第1弾ね。あと、何回行くんでしたっけ。あと2回行くわ。わ、全部3回行くって。すごいっすね。第1弾。まあ、はい、最初に行ったのは、はい、宮崎から。あ、宮崎の西武キャンプ。おー、いいっすね。まあ、とにかく西武はね、明るい。雰囲気が分かる。で、まあ、いろいろ話を聞いてきたけど、はい、まずあの渡辺 SD、はい、伊沢さん3年後ぐらいには東証国になってます。お、今、まあ、優勢が抜けたりとかして、はい、ピッチャー陣に困ってる感じがするじゃない、はい。まあ、先発は頭数揃ってても中継ぎがちょっと弱かったりだとか、はい、まあ、抑えに失敗したりだとか、まあ、言うけども、ブルペン行ったらさ、今井君、はい、いいね。いいっすね。いい、これはやっぱ迫力がある。本当っすか。うわ、もう少し荒々しくてもいいけど、でもなんかすっごい迫力が感じた。で、今年ドラフト1位の松本、はいはい、はい、した。もういいね。おお、もうちょっとストライクゾーンが低くなってくればね、はい、いいんだけど、まあキャンプまだ序盤だからね、はい、まあでも見たけど、まあやるんじゃないかなっていうことは感じたね。で、一番端に川田が投げてた。お、川田選手、はい。まあ間近で見るとさ、あの低さってすごいな、柔らかさというか、はいはいはい、だからすごくそれもその3人が目についたという。で、内海をなぜ取ったかという、はいはい、お、それも S 人気聞いてきたんですか。うわー、それ聞きたい。 S 人気聞きたい。これは東証王国になるって言ったでしょ、はい、で、それには内海の経験が必要なんだ。なるほど。内海の経験とか、うん、いろんなもの、姿、そういうものを若手に経験とかを喋ったり、うん、見せてやってほしい。で、いい見本がいると、まあ、いい人が育つというか、はい、そういう目的も含めて、もちろんローテーションにも入れるけど、はい、そういうことも含めて宇都宮が欲しかったって。野手で、はい、インタビューしたのが、はい、山川、はい、秋山、栗山、源田。わあ、もう最高っすね。源田で印象に残ったのは、はい、打つ前にスタートするんだって。もう意識は、まあ左バッターだとしたら、あ、遅れたと思ったら三遊間だ。ポイントが早いと思ったらセンター寄りじゃん、はい、だからそういうのでパンと瞬時に動くって、そういう意識だって。実際は当たってからなんでしょうけども、自分の気持ちの中ではそういう気持ちでいます。ほう、お前ボールをどこで取る、左足の前で。俺もそう言うと思ったんだよ、はい、そしたら源田は自分が投げやすいとこで取る。それは、なるほど。投げやすいとこで取るっていうことはさ、はい、結局左足の前で取ってんだよ、はい、基本なんだよ、はい、だから左足の前という意識よりも投げやすいところって転換してるんだよ。はあ、なるほど。だ、頭いいよ。いや、すごい。ああ、もうね、それ聞いた時は、はい、これは確かにうまいなと思ったね。で、秋山は、はい、首位打者を狙ってる。ああ、やっぱ最短だと首位打者、はい、まあ、これは僕はやっぱ引っ張らなきゃいけないでしょう、うん、まあ、キャプテンというね、意識も強いし、はい、ちゃんとした成績、背中を見せればそれでいいと思ってると。おお、かっこよくないか。めっちゃかっこいいですね。かっこいいよな。かっこよすぎますね、ちょっと。栗ちゃん、あ、出ました。出ましたね。栗ちゃん、番組のファンだからね。あ、マジですか。本当っすか。ありがとうございます。お会いしたいっす。お会いしたいっすね。もう一発目、いや、僕の動画回らなくてすみません。謝られた。いや、そのせいじゃん。いや、そのせいじゃん。いや、もう、こっちのせいじゃん。でもね、あの年になって、はい、まだやっぱ追求してるんだよね。うわー、やっぱり今もう36ぐらいですね。そうだ、そうだ、引退した年だからベテランですもん。まあ、やっぱり欲が深いというか、これは汚い欲じゃなくて、はい、なんかこう自分を高めていこうとする欲で、やっぱり自覚があったな。まあ自分がちゃんと成績を収めれば、最高の成績を収めれば、
ああ浅村の穴を埋めれると思ってました。おおかっこいい。かっこいいっすね。顔もかっこいい、かっこいいけどさ、言うこともかっこいい。なんかね、それで話が聞けて、はい、でそのベテランになってきたでしょ、はい、で何をすればいいですかねって言うから、昨年あたりかな、俺がやっぱりランニングは大切にした方がいいよって言ったら、まず向こうから逆質問だわ。不動産走るって短い方がいいですか長い方がいいですかって。おお、だからそれをちゃんと覚えててくれて、それを実践してくれてるわけよ。へー、だから1年でも長く彼にはやってもらわないと、うん、こっちの助言が嘘だったってことになるから頼むよ、無理ちゃん。無理しんね。いや、だから、うん、言ったのは、はい、長い距離8割、8武装でいいから、はい、長い距離をもうやめようかなと思うところから1本やると。ほう、これどういうことかというと、はい、やっぱ根気がつくんだよ、気持ちに、気持ちのね、粘りがつくんだよ、はい、だから打席でもやっぱベテランになってくると、ああもうダメだとかさ、はい、諦めることも多いんだよ、はい、例えば守備でも、はい、ああ取れないダメだって、はい、でも若い時ってそっからガッと伸びるんだよね、はい、若いから、はい、でもそういうものを作るために、そのもうやめようと思うところから1本やった方がいいと、いうことは言っといたんだけど、はい、でも多分やると思うよ彼は。おお、しっかり、かっこいいな、助言が生きるかどうかっていうのは、ね、それもね、お願いします、お願いします、本当にチャンネルかかってるんで本当にお願いします。で、はい、山川出ました、最後に、はい、俺がホームランを打つのにはどうしたらいいですかって少年も見てると、はい、なんて答えたの。まあパッと浮かぶのは、小さい時からやっぱこの遠くに飛ばすってことをイメージしなきゃいけないと思うんですよ。とにかく飛ばすっていうことをやる、小さい時から。ご飯いっぱい食べるとかですかね。二人とも正解なんです。マジっすか。体が小さいじゃん、身長がない。ああ、まあまあ、とにかく食べる、ことは意識した。練習で打てないものは試合で打てない。練習の時からホームランを意識してる。へえ。だから遠くへ飛ばすことを考えてる。フライボール革命の話もした。ああ、はい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 。そのスイングはどう思うかって言ったから、うんうん、いや、それは意識しないと。やっぱ3つのスイングを心がけてると。高めは叩かなきゃいけないし、はい、まあ普通だったらレベル、低めだったら少し、はい、まあだからフライボール革命みたいな形、はいはい、で、意識はボールが真上に上がる感じを意識しながら打ってる。え？もう分かんない、分かんない、分かんないです、分かんないです。いや、そのぐらいボールの下にバットを入れるっていう意識が強いんだ。で、最後におかわりと、はい、おー、来ました、来ました。こう、スタンドティーって知ってる？まあ、立てる動いてる、ありますね、はいはいはい、あります、ね、あれで、放り込める。いや絶対無理です。無理だよ、止まったボールは一番止まったボールで、無理っすね。おかわりも放り込むらしいから。っつったら、マジっすか。やばいっすね、やっぱ力があるんだよ。すごいな、すげえな。でもね、2日間行ったんだけど、はい、連日ロングティーというか、はい、投げてもらってフェンスに向かって打ってたね。へえ、まあ、軽く超えていってんだけど、はい、それも最後の方はポールに向かってポールに当たるまでやめないとか。へえ、すごっ。あ、それと、はい、一つ忘れた、森友哉。おお、そういう質問したかったんですよ。質問した時に、はい、お前3割30本100打点いけないかって言ったら、いやー豊さん30本きついですって言ってたよ。30本きついかって言ったら、みんなで秋山とか聞いても、やっぱ30本きついですって。やっぱ30本の壁ってあるみたいな。はあ、いやでも3割は打てると思います、うん。で、あのスイングでホームラン狙ってないらしいよ。え、そうなんですか。じゃあヒットの延長だから、あのワンストライク、ツーストライク目までは振りますけど、でも追い込まれたらとにかく出塁とかヒットとかを考える。全部が全部狙ってるわけじゃない、あのスイングを知らない。だからあのスイングは普通なんだよ、彼は振ってるようだけど。見えますよね。いや、もうかなり。で、またこっちのキャッチャーの方こっちの影響はないですか。ってなったらどうなんだろうっていうのも気になります。監督コーチに聞いて、はいはい、しょぼくれるじゃないですかって、逆転されて帰ってくると、はいはいはい、ね、で、先頭バッター森友哉、はい、あいつ初球からフルスイングできるタイプなんですよ。いや、だから逆転されたら
俺が取り戻してきてやるっていうさ、そういう気がある選手らしいよ、落ち込む前に。はだこれはね、やっぱ大阪桐蔭からの時代から4番打ってたでしょ、うん、やっぱそういう気質なんだよね。はぁ、楽しいっすね。楽しいっすね。若いっすもんね、まずイケイケですもんね。若いよ、はい、だから西武が戦力ダウンどうのこうのってしてるかもわからないけども、はい、浅村雄星とかね、うん、まあ、抜けてちょっと落ちてるっていう感じは全くない。なんか逆に一体感が生まれるんじゃないかなっていう、ね、期待したいよ。いや楽しみですよ、期待できる、楽しみですね。2019年のセーブライオンズ、ね、はい、期待してください。はい、はい。